はい、先生です。ほい、生徒です。今回は意味がわかると怖い話を30話、話し合っていくよ。話し終わった後に、すぐに答えを言うので自分で考えたい人はその都度止めてください。また、聞き取りやすく話す速度をいつもより遅めにするので、遅いと感じたら倍速にしてお聞きください。作業用、睡眠用として作ったのでぜひ垂れ流してお使いください。それじゃあ行ってみようかどう。会社で無視されている。俺は今、会社で無視されている。原因は自分でも痛いほどわかっている。先日、同僚の彼女とデートに行った。会社でムードメーカー的な彼女は誰からも好かれている。でも、そのデートの帰り道に彼女は事故で死んだ。電柱にめり込んだ助手席はぐちゃぐちゃに大破し、彼女も同じように。俺だけが助かり、すぐに職場に復帰したが彼女を奪った恨みのせいか、哀れみのせいか俺に話しかける人などいない。彼女に花を手向けようと事故現場に足を運び、そっと手を合わせる。その時、聞き覚えのある声が聞こえた。ずっと一緒でしょ？この話、意味がわかりますか？この話、意味がわかりません。正解は、話してはすでに死んでいる。考え方を変えれば、泣ける話でもある。遭難。ある冬山で遭難したグループが2週間ぶりに保護された。大学生サークルの5人で登山し、天候の悪化により遭難。地元レスキュー隊によって4人が保護された。残りの1人について警察が事情聴取をしたところ、途中からいなくなった。と3人は一貫し、もう1人は雪山の恐怖からか精神が不安定でベタベタと、わけのわからない言葉を連呼する。もう1人の遭難者の捜索を急がなければならない。この話、意味がわかりますか？この話、意味がわかりません。正解は、遭難者は仲間を1人食べて乗り切った。ベタじゃなくて、ブツブツとつぶやくように食べたってことね。交通事故。今朝、バイト行く途中で交通事故の現場に出くわしてしまった。ついさっき起こったばかりみたいで、壁にめり込んだ車から煙が上がってる。車はひどい状態で、小屋乗ってた人やばいなと思ってたら声がすんの。よく見たら窓があっただろうひしゃげた部分から、女の人が顔出してうめいてたのよ。思わず駆け寄って、大丈夫ですかって声をかけても、痛い助けてって繰り返すだけ。とにかく意識があるのにほっとした俺はすぐに110番して、到着した警察の質問に、3答えてバイトに向かった。休憩時間にバイト仲間に事故の話をしてたら、案の定テレビのニュースでやってた。今日午前、〇〇町でスリップした乗用車が壁に衝突する事故があり、運転していた女性が死亡しました。女性は大破した車体に挟まれて首が切断されており、即死したものとみられています。この話、意味がわかりますか？この話、意味がわかりません。正解は、交通事故で即死したはずなのに語り手は事故に遭った女性と話していた。こんなん語り手、トラウマになるって。夏休みと友達。小学生の頃、俺には仲のいい友達がいた。俺とも楽で真面目な性格だったが、夏休みには毎日一緒に遊ぶほど仲良しだった。そいつの夏休みの宿題が一段落するまで待たされるのが日課みたいになっていた。俺の方は宿題は後回しにしてて日記もつけてなかったけどな。だが夏休みも終わりがけのある日、そいつは事故で死んでしまった。俺と自転車で競争中に、先を走る友達だけトラックと衝突、即死だった。葬式にはトラックの運転手も来たようだが友達の親が怒鳴って追い返していた。俺も自分のせいだと言って謝ったが、そんなことはないと言って友達の部屋に連れてかれた。友達のものを何か持って行ってくれと言われて、いくつかの形見をもらった。毎日遊んでいた友達を失って、学校が始まるまで何もせずだらだら過ごしてた。久しぶりに行った学校ではクラスメイトの死で騒いでたりもしてたが、意外と問題なく過ごせた。しばらくして俺の提出した自由研究が賞を取ったりしたがあまり実感が持てなかった。この話、意味がわかりますか？この話、意味がわかりません。正解は、自由研究をパクって賞をもらった。だから実感が湧かなかったのかね。宿題も強奪してたらさらに怖かった。
潔癖症。姉は筋金入りの潔癖症だ。いつも部屋をピカピカにしてないと気が済まない。私はというと、どちらかというとズボラな方で、ゴミが散らかってても、あまり気にはならない性格だ。だから同じ部屋を使ってる私たちは、なんとなくぎこちない感じだった。ある日、業を煮やした姉はついに切れた。あんたいい加減にしてよ、毎日毎日部屋を散らかして、片付けてるこっちの身にもなってよ。どうせわざと散らかして片付けてる私を見てほくそ笑んでるんでしょ？もうあんたみたいな薄汚れた人間なんてまっぴらよ。そう言って出て行ってしまった。ものすごい剣幕だったので、何よあれと思いつつも、私も少し反省して、これからは少しずつでも整理整頓できる女になろうと決心し、とりあえず今散らかっている部屋を掃除し始めた。30分後部屋の隅から隅までゴミ一つない光景がそこにあった。我ながら簡単のため息を漏らし、私だってやればできるという自信がついた。そこへ姉が帰ってきた。どうやらゴミ袋を買いに行っていたらしい。それにしても随分と大きなゴミ袋だ。私は、見てお姉ちゃん、あたし頑張ってこんなに綺麗にしたのよ、だから。それも必要ないし、あたしだってやればできるんだから、と息巻いた。姉はそうねと言いつつも、ゴミ袋を一つだけ取り出した。この話、意味がわかりますか？この話、意味がわかりません。正解は、妹をゴミとして処分した。お姉ちゃん、もう心が壊れていたんだね。親切な女の子。俺のマンションのエレベーターは古い。縦一列に並んだボタンには全部、どこのバカがやったのかタバコの焼け焦げがついている。照明だって何度蛍光灯を変えても、どことなく薄暗い感じだし、カバーの部分がもう変色してるからな。乗ってる最中で妙にきしむし、揺れるし、途中で止まりやしないかと乗るたびにヒヤヒヤする。まあ、俺の家は最上階の15階だから、仕事帰りとかには仕方がなく乗ってるんだけど、今日も夜遅く帰ってきて、また一人でエレベーター乗るのかと嫌な気持ちになってたけど、珍しく先客がいた。まだ俺の腰くらいまでしかないような、小さな女の子、ニコッと笑って何階ですか？とか聞かれて、なんか和んだよ。目が疲れてたもんで、カバンから目薬出して刺しつつ15回お願いしますって言った。はーい、という声がして扉が閉まった。この話、意味がわかりますか？この話、意味がわかりません。正解は、小さな女の子なのに15回のボタンを押している。つまり、人間ではない何かってことね。クローバー。最近、近所で連続殺人事件が起きている。被害者はすべて同じ小学校の子供。その犯行はとても残虐で、死体は見るに耐えない形になっているという、事件現場に備えられたたくさんの花。しかしその中にクローバーが大量に備えてある。他の現場でも、必ずクローバーが大量に備えられている。どうやら、あるおばあさんが備えているらしい。歳は80といったところだろうか。とても温厚そうなおばあさん。涙は見せず、優しい笑顔で花を備え、手を合わせて帰っていく。お孫さんなのだろうか。知り合いの子供さんなのだろうか。私も花を備えにと思い現場へ向かうと、ちょうどそのおばあさんと会った。おばあさんはいつものようにクローバーを備えている。なぜクローバーを備えているんですか？クローバーって、四つ葉とかあったりして幸せな花じゃない？向こうでも幸せにしてほしいって意味を込めてるのよ。そう答えるおばあさんは、とても優しい目をしていたが、時折切ない表情も垣間見えた。実はね、私の孫も亡くなってしまったのよ。別の事件なんだけど学校の事故で、詳しいことはまだわかっていないらしいんだけどね。この殺人事件で亡くなった子たち、孫ととても仲良くしてくれてたらしいのよ。だからこうして、全員にクローバーを備えているの。涙しながらそう話すと、おばあさんはその場を去っていった。こんな優しいおばあさんもいるんだな、という思いにふけりながら帰宅した。この話、意味がわかりますか？この話、意味がわかりません。正解は、クローバーの花言葉は復讐、つまり、おばあちゃんが事件の犯人。でも80のおばあちゃんがそんな事件を起こせるかな？長年連れ添ってきた彼女と、ついに結婚することになった。
彼女は嫉妬心が強い子で、他の女の子と話をするだけですぐに不機嫌になるんだ。でも、本人は浮気を全くしないし、俺だけを愛してるって何度も言ってくれた。だから俺は、彼女と結婚することに決めたんだ。挙式を終えて、一戸建てを買って、二人の新婚生活が始まった。妻は毎朝俺を玄関から見送って、夜は必ず料理を作って待っていてくれる。俺は本当に幸せだった。そして数年後、妻が初めての子供を身ごもる。医者によると女の子だそうだ。俺は初めてのことで、それこそ大喜びした。妻も笑顔で自分のお腹を撫でて喜んでいた。やがてお腹もぽっこり出てくるようになり、俺は妻の腹に耳を当てて、もうすぐ生まれてくる我が子の様子が、気になって仕方がなくなるようになった。朝起きた時、夜帰った時、俺は毎日のように妻のお腹から我が子を可愛がった。ある日、病院から仕事先に一通の電話が鳴った。妻が流産したのだ。俺は上司に無理を言って、急いで妻が担ぎ込まれた病院に向かった。そこで俺は、産婦人科の担当医から、流産の事実を聞かされた。嘘ではなかった。俺は病室で寝ている妻のところへ向かった。妻は疲れたような、悲しいような目で窓の外を眺めていた。俺は残念だったなとつぶやいた。そうだねと妻もつぶやいた。その後に、振り絞るような声で、こう続けた。でも私、また子供作るよ。死んじゃったあの子の分も生きられるような、元気な男の子をね。この話、意味がわかりますか？この話、意味がわかりません。正解は、女の子だったからわざと流産した。本当は男の子が欲しかったってことね。とんでもないなぁ。リサイクル。駅のベンチで電車を待っていた時、隣に赤ん坊を抱いた夫人が座った。子供好きな俺はついじっと見てしまった。それに気づいたのか夫人が聞いてもいないのに話しかけてきた。これね、実はバッグなんですよ。そう言うと赤ん坊の服をめくり、お腹についたジッパーを見せてくれた。そう言われてみれば確かに、目玉もガラス玉でできているようだ。よくできてますね。結構難しいんですよ。時間もかかるし、でもリサイクルが好きだから、と笑顔で答えて、ちょうど来た電車に乗って、行ってしまった。俺も同じ電車に乗るはずだったが、ベンチから立ち上がることができず、去っていく電車を見送った。この話、意味がわかりますか？この話、意味がわかりません。正解は、赤ちゃんの身体をそのままバッグにした。何をリサイクルしとんねん。日常。最近親が泣いている。どうしたの？と聞いても、ずっと泣いているので答えてくれない。仕方がないから、僕はいつも通りの日常を過ごす。いつも通り小学校に行き、いつも通り担任の話を聞いて、いつも通り授業を受けて、いつも通り昼休みを過ごし、いつも通りまた授業を受けて、いつも通り家に帰る。家に帰り着いても親は泣いていた。だけど、僕は学校で疲れたので部屋に戻った。部屋に戻った後、ふと思った。一つだけやること忘れてた。でも、今の僕には必要ないものだから問題はなかった。この話、意味がわかりますか？この話、意味がわかりません。正解は、主人公はすでに死んでいる。一つだけやること、これは給食を食べることで死んでいるから必要ないってことかな？赤ちゃん。ある産婦人科で赤ん坊が生まれた。その夜看護婦が赤ん坊の様子を見てみると、なんと赤ん坊は死んでいた。病院は事実を隠蔽するため、すぐに身寄りのない赤ん坊を身代わりに用意した。出産の時母親は意識がなく、自分が産んだ赤ん坊をまだ見てはいない。そして見た目が瓜二つな赤ん坊を選んだため、見破られることはないはずだった。次の日、母親は赤ん坊と対面するなり鬼のような形相で叫んだ。こいつは私の赤ちゃんじゃない。この話、意味がわかりますか？この話、意味がわかりません。正解は、自分で赤ちゃんを殺したから違う赤ちゃんだということがわかった。動機が全くわからないのも怖いね。お父さんの絵。小学校3年の時新学期が始まったばかりの頃、図工の時間に先生がお父さんの絵を描いてください。と言った。描き上がった子から後ろの壁に貼っていった。角の方に一つだけ変な絵があった。
背景は真っ黒。顔は緑色、目の下にはクマ、首が変な方に向いて目は白目を向いていた。松下が描いた絵だった。松下はクラスで一番暗いやつだった。俺は松下が名誉挽回起死回生の面白い絵を描いたんだと思い、松下が面白い絵を描いてますと先生に大声で言った。みんな絵の周りに集まると松下の絵を見てゲラゲラ笑った。松下は仁王立ちして体全体に力を入れて何かを耐えているようだった。先生は急に慌て出して、絵はやっぱり貼らないことにします全部撮ってください。と言った。みんなは絵？なんでと言いながら絵を剥いだ。教室に真っ青な顔をしている男の子がいた。古田だ。古田は松下の近所に住んでる。俺は古田に聞いた。なんか松下と先生、変だけどなんか知ってる？古田は松下のお父さん3ヶ月前、行方不明になってるんだよと答えた。放課後、松下は居残りをさせられた。その日の夜、松下のお父さんは松下の家の防空壕跡から遺体で見つかった。この話、意味がわかりますか？この話、意味がわかりません。正解は、身内が父を殺害、先生が松下から聞き出して死体の場所がわかった。というか古田の発言さ、小学3年生のそれじゃないよね。避難所。ある地方で大きな地震があった。避難所の小学校で寝ることにしたが人が溢れ騒がしくてとにかく暑い。涼みに外に出ると明かりのついてない建物を見つけた。そこはとても涼しく、静かなので多くの人が横になっていた。これは閉めたとそこで寝ることにしたがしばらくして異変に気づいた。静かすぎる。私は建物を飛び出した。この話、意味がわかりますか？この話、意味がわかりません。正解は、寝ようとした場所は死体安置所になっていた。悲しい話でもあるなぁ。親父。いやー今日はマジ焦ったわ。昼過ぎにお袋から電話が来て、父さんが倒れたらしいって、すぐに搬送された病院にバイクで向かったけど、その間ずっと親父のこと思い出してた。今日の朝も、いつものように行ってきますと、笑顔で仕事へ向かった親父。経理一筋25年の真面目なサラリーマン。風邪で熱を出しても会社を休まない親父。毎日往復2時間も満員電車に揺られてるのに愚痴一つこぼさない親父。頼むから無事でいてくれ祈りながらバイクを飛ばした。病院について拍子抜け。命に別状はなし、意識もある。ただの貧血だったらしい。心底ほっとした。でも、心配してたっていうのは何か気恥ずかしくて。マジで勘弁してくれよ。家のローンだって10年以上残ってるんだからさ。なんて冗談交じりで悪態ついちまった。素直じゃねえな俺。親父は罰が悪いのかすまんとだけ言ってあとはずっとうつむいてたよ。何にせよよかった。救急車呼んでくれたうちの近所の公園の管理人さんには感謝してる。この話、意味がわかりますか？この話、意味がわかりません。正解は、実は父親はリストラされていて、家族に心配されないように公園にいたが、そこで倒れて病院に運ばれた。親父のすまんが心に来るねえ。ホーム。最近一人暮らしを始め、寂しさを減らすため一緒にオウムを飼い始めた。オウムは私の言ったことを真似して挨拶をするようになった。朝はおはようと挨拶してくれるし、夜はお帰りと挨拶して迎えてくれる。本当に賢い子だ。この話、意味がわかりますか？この話、意味がわかりません。正解は、誰かが部屋にいた。それも長期間。オウム返しであれば、夜はお帰りではなくただいまのはずってことか。帰る。俺の姉は車通勤なんだけど、いつも近道として通る市道がある。それは川沿いの、両脇が草むらになってる細い道なんだけど、田舎に住む人ならわかると思うけど、そういう道って夏の雨が降った時とか、アマガエルが大量に出てくるんだよね。アスファルトのところどころでぴょこぴょこ跳ねてて、踏まないように避けて走るのなんて不可能に近いわけ。で、ある雨の夜、案の定カエルだらけの道を姉は家へ向かってたんだけど、前方にノロノロ走る軽自動車があったんだって、運転者は姉ぐらいの若い女の人らしいんだけど、10キロぐらいのスピードで、ふらふら走ってて、追い越したくても追い越せないんだって、ここ通るの初めてなのかな？
カエル避けて走るなんて無理なのにと思いつつ、しばらく後を走ったんだけど、右へ左へフラフラ、時々ブレーキ踏んだりして、全然先に進まない。姉も我慢の限界で、クラクションを鳴らしたそうな。前の車の女は後続車が来てるのに気づいてなかったらしく、驚いたようにビクッとして、猛スピードで走っていったんだって、なんだまっすぐ走れるんじゃん。と言った姉貴はその直後顔が真っ青になった。この話、意味がわかりますか？この話、意味がわかりません。正解は、少しでも多くのカエルを引こうとしていた。カエルさん逃げてー。弁当。中学校に入ってから一人のドキュンにずっといじめられてた。自分の持ち物に死ねと書かれたり殴られたりもしてて、俺はちょっと鬱になってたと思う。心配する母にガキだった。俺はきつく当たって錯乱して暴力を振るうこともあった。すごく荒れた日の翌朝顔を晴らした母が笑顔で、今日はあなたの好きなハンバーグが入ってるからって弁当を渡してくれた。申し訳ないやら情けないやらで泣きそうになりながら、俺は学校へ行った。その日の昼にドキュンが昼食忘れたからって、俺に絡んできたんだよ。せっかく母ちゃんが作った弁当なのに、俺はドキュンに殴られて弁当奪われた。お前の弁当うめえな。って言いながら全部食われた挙句からの弁当投げつけられた。学校飛び出して悔しくて俺泣きながら家帰ったんだよ。家に着いたら母ちゃんもすでに泣いてて初めて早退した俺に、驚きながらも強く抱きしめられた。翌日からいじめはなくなった。この話、意味がわかりますか？この話、意味がわかりません。正解は、母親は息子を弁当で葬ろうとしていた。ドキュンが食べちゃったから代わりに葬られたのか。トイレの機能。一人暮らしの俺は、掃除が嫌いだ。そこで、最新機能のついたトイレを部屋につけた。そのトイレは10分ごとに水を流して洗浄してくれる優れものだ。一つ仕事が減ったと思った。ある日、仕事から帰ってトイレに行くと、トイレットペーパーが浮いていた。どうやら、朝流すのを忘れたらしい。しかし、自動洗浄機能のおかげで、匂いは消えていた。この話、意味がわかりますか？この話、意味がわかりません。正解は、ちょっと前まで誰かがここにいた。10分ごとに水を流すのに朝流し忘れた。トイレットペーパーがあるわけないってことか。仕事のミス。前の会社で2億の機械を俺のミスでぶっ壊したとき、社長はショックで声が出なくなりながらも振り絞るように、君に怪我がなくてよかった。機械はまた買えばいい。と言ってくれたその時、俺はこの社長に一生ついていくと決意した。この話、意味がわかりますか？この話、意味がわかりません。正解は、社長はこの後亡くなった。一生ついていくと言っているのに、前の会社と言っていることから、社長はもしかしたらこの世にはもういないかもしれないってことか。スピード違反。スピード違反を取り締まっていた巡査は、やたら速度の遅い車を発見し、かえって危険なため停止させた。中には80歳くらいの女性が5人乗っていたが、運転していた老婆以外は、皆目を見開き、真っ青な顔色をしていた。運転席の老婆は、不思議そうに尋ねた。おまわりさん、私はいつも標識通りの速度で走ってますよ。今だって標識通りの21キロで走ってたんですから。巡査は事情を理解し、微笑みながら言った。おばあさん、あの標識の21というのは国道21号線という意味ですよ。その言葉を聞き、老婆は恥ずかしそうに答えた。あれま、そうでしたか。それは失礼しました。巡査は老婆に運転に気をつけるように言ってから、一つ気になっていることを口にした。なぜ他の4人の方々はさっきから一言も喋らないのですか？なんだか全員放心状態のように見えますが、すると運転席の老婆が答えた。さっきまで、みんなで楽しくおしゃべりしてたんですけどね。国道258号線に入るまでは、この話、意味がわかりますか？この話、意味がわかりません。正解は、限界までアクセルベタ踏みで走っていた。258キロ出さないと、って思って爆速走行していたのか。3人の妻。ある男女がワインを飲みながら暖炉の前でくつろいでいた。すると、男が突然泣き始めた。ああ、
僕はこんなに幸せでいいのだろうか。僕は今までに3人の妻を亡くしているのに、女は男のそばに行き、男を慰めた。大丈夫よ。あなたには幸せになる権利があるもの。でも、奥様はどうして亡くなられたの？男は泣きながら女の言葉に答えた。最初の妻は、心臓発作で。二人目の妻も心臓発作で亡くなったんだ。お気の毒にじゃあ、三人目の奥様も心臓発作で？男は涙を拭いながら言った。いや、階段から落ちて首の骨を折ったんだ。女は言った。まあお酒によって？男は言った。いや、彼女だけは酒が飲めなかったんだ。この話、意味がわかりますか？この話、意味がわかりません。正解は、男は三人の妻を殺している。酒に毒を盛り殺害して、三人目は酒を飲まなかったので階段から落とした。つまり、今話しているこの女性も危ないってことか。罰ゲーム。少し前の話だ。仲間内の罰ゲームみたいな感じで、俺は心霊スポットに行くことになった。そこは2階建ての空き家で、昔起きた殺人事件で住んでた女が殺されたらしい。でまあ、ちょっと勇気出して行ってきたわけだ。その家で唯一の階段がぐちゃぐちゃに壊れていたせいで事故があった。2階の部屋に登れなかったが、それでもだいぶ怖かった。単純に言うと心霊現象は起きた。しかも何回も、ドアがバンバン閉まる音がしたり、上の階からどんどんと足踏みする音がしたり、なぜか鈴の音が聞こえたり俺は耐えられずにすぐさま逃げた。しかし後で友人にこの時の話をしたところ、実は心霊現象は先回りした友人の仕業だったらしい。この話、意味がわかりますか？この話、意味がわかりません。正解は、2階に何者かがいる。唯一ある階段が壊れていて2階に上がれないのに、2階から足音がしているからおかしいってことか。バイトでの経験。アルバイトで嫌な体験をした話。5年前まで毎日、新聞配達をしていた。担当のアパートに、ずっと新聞を届けていた老人の部屋があったんだけど、ちょうど梅雨明けの頃に変な匂いがして親に連絡したんだ。周りには迷惑な話だが、老人が孤独死していた。4-5週間は経っていたらしい。毎日新聞をポストに投函してた間、老人は一人で腐っていたのか、と思ってその時はゾッとしたよ。警察にその時の状況とか、同じこと何度も聞かれてまいったわ。この話、意味がわかりますか？この話、意味がわかりません。正解は、老人の家に何者かがいた。新聞を毎日入れていると、蓄積して投函できなくなっていくはずなのに、それがなかった。つまり誰かが毎日、新聞を回収していた。もしかしたら老人が生きているように見せかけるため、犯人も家の中にいて新聞を回収し続けたのかもしれない。これのおかげ。わい、何年か前にめっちゃ安い部屋に住んどったんや。都内 1K で8000円。で、よく見ると天井にさ、俺のおかげ。って書いてるんや、何やこれシュールやなって思っとったんやけど、誰が何の意味を持ってそれを書いたのか？って考えたらちょっと気味が悪くなったことがあったわ。この話、意味がわかりますか？この話、意味がわかりません。正解は、この部屋は事故物件。前に住んでいた住人が亡くなった。そのおかげで、事故物件となりこの部屋に安く住めたな。という意味でメッセージを残したってことか。降車ボタン。また夜遅くにバスに乗って家路に着いた。その日は疲れたしバスでも爆睡してたんだが、ピンポーン。ブザーの音で飛び起きた。表示を見るとちょうど降りるバス停の前、慌てて俺は荷物を持って降りた。危ないところだった。それにしても、バスの運転手も誰も客が乗ってないバスで、終点まで行かなきゃいけないのは怖いだろうに。この話、意味がわかりますか？この話、意味がわかりません。正解は、何者かがバスの中にいた。誰がブザーを押したってことか。トンネルでの肝試し。あるところに通ると必ず幽霊に会うトンネルがありました。トンネルの近くにある中学校の女子が3人、そこに肝試しに行くことにしました。夜行くと怖いのでお昼に行きましたが、お昼に見てもトンネルはやっぱり怖く、3人手を繋いで走り抜けることにしました。
トンネルを抜けた後、息を切らしながら3人は言いました。真ん中でよかった。この話、意味がわかりますか？この話、意味がわかりません。正解は、両端に霊がいる。真ん中は一人だけのはずなのに、全員が真ん中でよかったって言っているのはおかしいってことか。一人になったら。パソコンをしていると一通のメールが来た。なんだろうと開いてみると、一人になったら死ぬの一言しか書いてなかった。俺はちょっとビビった。いたずらメールだと思ったのだが、その後すぐに、同棲してる彼女が、コンビニ行ってくるからーと言ってきた。俺は一瞬焦った。このままだと一人になる。いや、でもあれはただのいたずらだ。そうに違いない。まさか彼女に怖いから行かないでとも言えるわけない。じゃあ行ってくるねー。うん。2時間後、なんだ大丈夫じゃないかビビらせやがって。やっぱりいたずらだったんだな。この話、意味がわかりますか？この話、意味がわかりません。正解は、彼女が亡くなった。一人になったらっていうのは、彼女のことだったのか。そしてメールを送ってきたのは誰？受話器。最近何かがついてきてる感じがするんだよな。今日なんて家の電話の受話器が外れて置かれてたんだよ。俺一人暮らしなのにマジ怖いって。その時酔っていたからなんとなく受話器取ってみたの。シーンまあそうだよな笑い。この話、意味がわかりますか？この話、意味がわかりません。正解は、電話はまだ繋がっていて誰かが家の中に入っていた。電話が切れている時は、プー、プーだけどシーンってことだから、まだ電話は繋がっているってことか。神が与えた時間。俺は今マンションの屋上から落ちている。俺が浮気したことに激高した妻に突き落とされた。落ちている間、今までの人生が走馬灯のように現れた。時間がゆっくりゆっくりと過ぎるように感じ、落ちる速度も遅くなっていった。ああ、これは神が死ぬ直前に人生を振り返る時間をくれてるんだな。ユミ、こんなバカな俺についてきてくれてありがとう。お前が不思議と憎くない。そして地面のアスファルトが目の前に迫ってきた時、さらに速度は落ちて止まっているようだった。俺の人生も捨てたもんじゃなかったな。ありがとうユミ。そしてすまなかった。ありがとう。地面に体がついた瞬間、神が与えた時間の本当の意味を知ることになった。この話、意味がわかりますか？この話、意味がわかりません。正解は、地面に激突した時の激痛が永遠のごとく続いている。どんどん落ちる速度が遅くなっていって死ぬ瞬間の痛みが続いているってことか。ある親子。ある親子はとても仲が良かった。どこに行くにも親子一緒。周りからは仲が良くて羨ましいと言われ、親子揃ってそれが自慢だった。しかし、子供が小学生に上がってから、仲が良すぎて気持ち悪い、未だに親が送り迎えするなんて、と子供が学校でいじめられ始めた。親は数ヶ月ごとに生徒を一人ずつ殺した。この話、意味がわかりますか？この話、意味がわかりません。正解は、物騒なことがあれば堂々と親子一緒に入れるから。治安悪いと仲の良し悪しとか関係ないもんな。最大級の選挙。ということで30個意味がわかると怖い話を話し合ってきました。あとは寝るだけだね。寝る前にちゃんと閉めたかな？お風呂のドア、トイレのドア、リビングのドア、寝室のドア、カーテンとカーテンの間、光が届かなければ影になる、影になったら闇になる、闇になったら窓になる、窓からずっとこっちを見てるその視線を、気づいたのならもう寝てしまえ。だけどその閉じた目を絶対に開けてはいけない。真上のものと目が合ってしまうから。さっきから何言っとるん？いや、そういうコキペがあってええやんって思って。そんなことはないので安心して寝てください。デヘペロリン。それでは本日の授業はここまで。ありがわからない話の方が怖い。